それでは明らかな誤りを含む説明を一つ見つけてください。答えは固定コメントにあります。こちら動物の分類です。海綿動物は襟細胞という襟のような構造を持った細胞を持ちます。また肺葉の分化が見られません。四方動物は二肺葉性でサンゴ、ヒドラ、クラゲなどが含まれます。球根動物を見てみると関林動物と脱皮動物に分けられます。関林動物は触手管を持つもの、もしくはトロコフア幼生という独特な幼生の時期を経るものなどが含まれています。関林動物はカキやタコ、イカ、あとナメクジなどが含まれる軟体動物、プラナリアなどが含まれる変形動物、平べったい体をしています。ウワムシなどが含まれる輪形動物、ゴカイやミミズ、そしてヒルなども含まれる環形動物が関林動物に属します。プラナリアは体高を持たず体が平べったくて体表面からガス交換などを行っています。また一対の神経節などを持ちます。脱皮動物を見てみると脱皮動物は線形動物や節足動物が含まれます。この脱皮というのはこの脱皮動物に含まれる動物群、脱皮をして成長するものが多いから脱皮動物と名前が付けられています。線形動物には線虫が、節足動物には昆虫や甲殻類などが属します。進行動物には棘皮動物と脊索動物が属します。棘皮動物はウニやヒトデなどで、生態は五胞射双生の構造を持つものが多いです。五胞射双生とは5つの同等な部分が放射状に配列した体です。ヒトデなんかはとても分かりやすいですね。 1,2,3,4,5。 脊索動物は我々脊椎動物やホヤ、そしてナマコなどが属します。こちら動物の分類でした。誤りを1箇所見つけてみてください。